準備は良さそうだな。ああ、奴らの姿が見えたら道を塞いで、必要があれば戦う。それから、なあ、どっから見ても素晴らしい作戦だと思うし、喜んで手伝うが、それに今さら聖人君しぶるつもりもない。でもな、ドップラーがいるんだから、もっと単純に、単にダンデリオンを釈放すればよかったんじゃないのか。奇襲の方が自然だ。ダンデリオンを移すのは予定されていたからな。ドゥドゥはメンジが出しそうな命令を実行するだけでいい。これがダンデリオンの釈放となると、理由の説明がいる。その過程で余計な疑いも出てくるだろう。確かにそうだな。プリシラか、ここで何をしている。子供がドゥドゥからの伝言を持ってきたの。夜明けに輸送隊が立つって。一緒にいていい？家でじっと待ってるだけなんて嫌。ダンデリオンのことだし。恐れるな乙女よ。そのたおやかな背中は我らの守護のもとに。くそ、女性がいると私的な言い回しがうまくいかねえ。町に戻れ。お願い、邪魔しないから。おいゲラルト、いいじゃないか、いさせてやるよ。彼女の顔を見ろ。目に涙をためて、まるで一通の子犬だ。それならいてもいいが、一つ条件がある。分かってるわ。戦闘が始まったらすぐ避難する。今はまだ何も始まってないけどな。何か始まる気配すらないし。それじゃグエントでもやらない？よし、やるか。
バカな考えだったわね。やりたかったのはそっちだぞ。来る、奴らが来るぞ。プリシラ、ここにいろ。背負ってるんだ。蹄の跡だ。誰か通らなかったか。二人組で、一人は袋みたいに蔵からぶら下がってたはずなんだが。ああ、なんだかそんな奴がかけてったよ。そこを左に曲がった。だけど運んでたのは小娘だろ。甲高い声で泣き叫んでたからな。頭の白いモップも洗うといいわ。足を引きずり始めたように見える。馬は捨てていった。遠くへは行けない。またビッグウィリーが酔っ払って秘密。おい、お前どうした。こっちが聞きたい。いきなりハンターが来て小屋からわしらを締め出したんだ。兵ほどの抵抗もできんかった。背の高い黒っぽい髪の男を連れていたか。ああ、喋りっぱなしのやつだろ。ああ、ダンディリオンだ。さて、あいつらはあの中にこもっているんだな。他に出入り口は。実はあるんだ。そいつはどこにある。なんで知りたいんだ。普通の地下道さ、もしもの時のための出口だよ。見知らぬやつには使わせない。見せもしない。それにあそこには。おい、黙れ。ウィッチハンターを追い払ってほしくないか。本当か。お前にもいなくなってほしいが、まずはあいつだな。ほら、鍵だ。地下室の扉が裏側にある。助かる。変な真似をしないと信用できる。一緒に行くよ。他にどうしようもないしな。そうだろ。俺を騙そうとしたら許さんぞ。お前の首なんか鶏みたいに簡単にひねれるんだ。ああ、そうしないのも知ってる。俺の死体など何の価値もない。
でも撃ったまま送り届ければ100個の金塊がお前のものだ。いい選択だ賢いな。褒めてやろう。今は兵士長止まりでもその調子ならいつか。黙れ、何か聞こえたぞ。なんだ。おいよせ、俺にバルドコアなんて。死ね、くたばりやがれ。ゲラルト、おかげで全部台無しだぞ。奴を出し抜く寸前だったのに。ああ、また会えたな、友よ。ノビグラドで会って以来だ、あれから。来い、話は後だ。プリシラから、ここで何をしてる？無事だったのね、心配したわ。ダンデリオン、この野郎、お前を追う彼女を追うのは大変だったぞ。走りに走って。遅いよ、奴らを騙す手腕を見せたかったのに。いいところでゲラルトが。ダンデリオン、聞きたいことがある。大事なことだ。シリはどこだ？シリ？ここに現れたからてっきりあの子に会っていないのか。いや、居場所は俺も知らない。シリを助けようとしたのは知ってる。だがよりによってホワソンジュニアのところへ連れて行ったのは理解できん。他に思いつかなかったんだ。時間があれば別の手を選んだかもしれんが、ワイルドハントに追われていると言っていた。ホワソンは比較的害がなさそうに思えたんだ。本当にバカなやつだ。全部聞いたんだな。怒らないでくれよ。仕方なかったんだ。計画は完璧だった。実行に移すまでは。まさかメンジがドゥドゥを追ってると思わないだろう。お前の計画は嫌というほど聞いた。知りたいのはシリに何があったかだ。最後に会ったのはいつだ？聖堂島でホワソンの部下から逃げた時だ。馬は置いていけ。仕方ない、もう少しで着く。
ああ、なんという冒険か。世紀の大強盗をしたと思ったら、今度は狩人の大軍に追われて絶体絶命とは。素晴らしい物語だけど、自慢話はもうたくさん。さあ、ゾルタン、ハーフリングたちにこのことを話さないようお願いしないと。この題材だけで何巻もの歌物語が書ける。飛ぶように売れるやつが。これをネタに物語、それしか頭にないのか。前より一層自分勝手になったんじゃないか。何の話だったっけ。シリの話だ。あの子のことなら心配ないだろう。あの子の強さを知らないのか。自分の身ぐらい守れる。俺を信じろ。とにかくシリはあのヘンテコな飾り物を取り戻しに来る。それが全ての元凶だ。これか。ホアソンから奪ってきたのか。すごい、シリが喜ぶぞ。でもホアソンは激怒するな。少なくとも嬉しがってはいなかったな。おい、俺についてうまいこと言っといてくれたんだろうな。つまり俺は騙す気はなかったし、俺に髪の毛ほどの傷でもつけたらお前が黙ってないって言っといてくれなかったのか。いや、次の機会があれば伝えておこう。ありがたい。冒険もいいが、指を切り落とされたら物語を書き残せない。ホアソンはそんなことお構いなしだろうしな。シギルーベンはどうだい、元気なのか。元気だと聞いてる。そりゃ残念。もしかすると少し俺に腹を立てているかもしれない気がするんだ。これについてシリから聞いていないか。それになぜこれを持ってホアソンのところに。あの子がホアソンのところへ行ったのは俺が連れて行ったからだ。お前の思いつきだろうと思った。うるさいな。あの子が持ってた飾り物が壊れて、ホアソンはそれを直せる魔術師を知っていたんだ。それに呪いの呪文を解読できずに助けを求めてた。シリはなぜその呪いに興味を。呪いをかけたかったのか、解きたかったのか、言ってなかったか。それは言いたがらなかったし、俺も無理強いしたくなかった。肝心な時に限って推しが足りないんだな。でも呪いを解きたがっていたことは確かだ。誰にかけられた呪いだ。自分自身か。いや、あの子自身が呪われてるようには見えなかった。ただとにかく急いでたな。その呪いについて他に何か知らないか。どんなことでもいい。呪文の言葉ならよく覚えてるな。ああ、エルフの言葉だった。シリが何度も暗唱してた。忘れないためだろうな。こうだ。バフェイル・エレイン・シアドミル・フォリー、グラエディフ・ドルン・アエプテネイド・ブンドロー・イシーヌ・イアクス。意味がわからんな。俺もさっぱりだ。それだけじゃ何もわからない。他に何か言ってたか。ほとんど話してくれなかった。なあゲラルト、あの子はもうケイア・モルヘンを駆け回ってた女の子じゃない。もちろん相変わらず衝動的で活発だが、最近は頑固で暗い面もある。育ての親に似たってところかな。ああ、また行方が分からなくなった。もう少しだったのに。ふん、シリーはベレンからここに来たんだろう。ベレンには協力者がいた。そこに戻ったんじゃないか。それはない。シリーに力を貸した男爵と話した。シリーは俺とイエネファーを探してノビグラドに向かったと言っていた。イエネファーはスケリッジでシリーが残した痕跡を調べてる。つまり次はスケリッジかのようだな。もう十分でしょ。今度は私がダンディリオンと話す番。それが済んだら俺が喜んで奴の相手をするさ。ローズマリー&タイムに戻ろう。ああ、今日は間違いなく大変な一日だったよ。油がたっぷり乗った肉とふわふわ枕の柔らかいベッドが恋しいね。会うのも話すのも随分久しぶりだな。近くに来たら寄って行ってくれよな。ああ、近いうちに必ずな。必ずだぞゲラルト。また会おう。今日は本当にありがとう。
が欲しがるかね。へへへ、そのこいつを見せられて嬉しいよ。つまりちょっとした贈り物だ。大祭司の肖像画か。いい絵だ。つまらないものさ。同じようなものは山ほどある。ただその絵をどこで手に入れたかは誰にも言わないでくれ。わかった。それでは。